よし、腰回収のはこれで最後かな。宮村ありがとう。いつも片付いてると思ってたけど意外と出てくるもんだね。細かいところまではなかなかやんないからね。あ、卒アルだ。ああ、中学のやつね。中学生の堀さんか。勝手に見たら潰す。卒アルってどれも大きいし重たいよね。当たり前でしょ、一学年分全員乗ってんだから。そっか。でも扱いに困るよね。邪魔になる大きさだけど捨てる気にならないっていうか。え、もしかして宮村捨てちゃったの？ううん、取ってあるよ。本当は捨てたかったんだけどね、重いし大きいしどうしていいか分かんなくて。でも結局捨ててない。自分にとって大事なものだったんだなって今は思うし。中学の頃の宮村を私は知らない。捨てたかったものがあったんだね。でも今は捨てなくてよかったって言えるものになったんだね。高校の卒アルも楽しみだね。うん、そうだね。死んでる、あれ。え、死んでる、死んでる。それがさ、宮村が餌やり忘れたって。え、嘘でしょ。え、じゃあ宮村のせいってこと？そういうことです。お父さん、やば。え、だってさ、3匹だよ。え、全部？もしかして谷原くん、俺に何か言おうとしてたのかな。だってわざわざ断りに行くのがさ。断るんだ。断るよ、知らない人だし。でも真面目そうな人だったから理由もなく断るのは悪い気がして。じゃあ誰かに彼氏のふりしてもらうとか。え、誰に？俺やろうか。は？正気で言ってんの？もちろん。見なよ、マジ無理。失礼しました。あ、ほんと？じゃあよろしく。 OK、 行こう。で、俺は何をすりゃいいの？いれば勝手に察するでしょ。ほんと、
いてくれるだけでいいから。てかさ、俺でいいの？なんかもうちょっとかっこいい人の方が効果あんじゃね？いや、まあその人よりトールの方がちょっとだけかっこいいから。マジ？よし、じゃあ行こう。え、今から？早くない？4日待たせてんでしょ、早い方がいいでしょ。いやいや、ちょっと心の準備が。君たち、お昼食べ終わった？はい。悪いんだけどさ、各教室に資料配るのを手伝ってくれない？これ以外にもあってさ。じゃあまずこれは。わかりました、私たちで十分なんで。助かる。じゃあよろしくね。はい。じゃあそういうことなんで。頑張ってね。ちょっと待って、付き合ってんでしょ今日は。うん。いややっぱ見に行けばよかったかな。さすがに悪趣味だよ。いやでもなんでトールに頼んだの？吉川さんも石川くんならいいかなって。ママ仕事終わっちゃったって。こんな時間に珍しい。翔太は？ママが迎えに行ってくれるって。久々に放課後ゆっくりだ。じゃあデートしよっか。え、デート？普段あんまり出かけられないでしょ。どっか行きたいとこある？ある、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 ある。なんか変なことに付き合わせてごめん。本当だよ。だからさ、一言だけ言っていい？何？こいつは俺の彼女だからダメだって。え、黙って立ってるだけじゃなんかダサいし。来た。ごめん吉川さん、待たせて。あの、はじめまして、6組の柳谷茜と言います。石川と言います。そっか、彼氏いたんだ。うん、ごめん。仕方ないです、僕なんかより石川くんの方がずっとかっこいいですし。ちゃんと返事くれてありがとう。僕はこれで。うん。ありがとう。なんだよあの超美形。そう？顔が綺麗すぎて怖かったよ俺。あ、ごめん、つなぎっぱだった。え？誰か見てるかも。だったらなおさら。あいつの友達とかも見てるかもだし。じゃあ続けてって言ったら続けてくれるの？恋人のふり。いいけど、俺は。さすが。ビビってたでしょ。ビビってね。ビビってた。顔めっちゃダサかった。うるせえ。ダサすぎだよ。俺だってかっこつけてたの。かっこはつけれてなかった。いや、かっこつけてたもん。かっこいいと思ったんだけどな。やあ、さくら。何してるの？別に、何でも。私はこれ。
かったな。よかったね。まさか1回で取れるとは思わなかったよ。うん。おい、あれ宮村じゃない？本当だ。やっぱそうだよな。うん。そういえば、ユキトールのおかげでうまく断ったって。俺も石川くんから LINE 来た。なんか相手超美形だったらしいよ。マジで？まあでもユキは高級食材苦手だからな。高級食材？庶民派だから。ちょっと何言ってるか分かんない。宮村くん、最近よく会うね。誰？同じ中学の。てかお前、何その可愛い子、まさか彼女？へえ、友達すらいなかった宮村に彼女がね。マジかよ。ねえ、知ってる？こいつさ、中学の時すっげえ暗くて常にぼっちでさ。うるさい。は？宮村は暗くない。どうせあんたたちが宮村のこと暗くさせてたんでしょ。いつまでそんなつまんないこと言ってんのよ。は？行くぞ。何切れちゃってんの？ダッサ。いいから行くぞ。何なのあいつら。せっかく楽しいデートだったのに。まあまあ嬉しかったよ俺は。え？だって俺のために怒ってくれたんでしょ？それはだって宮村のことあんな風に言われたらムカつくし。それで桜が勘違いしたってことね。手つないでるとこ見られちゃって。私も見たし。今日河野さんにチラッと聞かれて、でもどうしても本当のこと言えなくて。吉川さんって石川君と付き合ってるの？うん、付き合ってる。そっか。私、河野さんに嘘ついた。私、本当は。久しぶりじゃん。お、どうした急に。いや、宮村に会ってさ、偶然。おお、まあ、よく気づいたな。全然変わってたろ、見た目。おう。なんだかんだ言って、気になってたんだな、宮村のこと。ちげえよ。てかさ、なんであんな変わったの？あ、彼女できてさ、あいつ。一緒じゃなかった？うん。堀さんって言うんだけど、あの子と出会ってからなんだよな。宮村が変わったの。髪までバッサリ切ってな。その子にお前と同じこと言われたよ。宮村を暗くさせたの誰や？どうせあんたたちが宮村のこと暗くさせてたんでしょ。ウサギ。餌やり忘れたの俺なんだ。中学の時夏休み明け死んでたろウサギ。そっか。なあ、ん？宮村んちってケーキ屋だったよな。そうだけど。どこにあんの？何？謝りに行くの？わかんねえ。地図送る。ああ。なあ、進藤。ああ？
俺なんで宮村のこと嫌いなんだっけ。覚えてないってことは大した理由じゃなかったんだよ。は？今日も雪来なかったか。もう何日目だっけ。3日？いや4日。風とか。風なら LINE 返ってくるでしょう。てか未読なんだよな。そっか。石川君。河野さん。あのちょっといいかな。うん。私ずるいんだ。河野さんは美味しいクッキーを作って勇気を出して自分の気持ちをちゃんと伝えた。だけど私ははっきりさせるのが怖い。ユキってさ、欲しいものほど何も言わないよね。え？何かを欲しがることって恥ずかしいことじゃないと思う。それが手に入るにしろ入らないにしろ。ホリ、吉川、ちょっといいか。え、うん。話って何？河野さんのこと？俺さ、河野さんに返事はいらないって言われたんだ。は？なんか俺と吉川が付き合ってるって勘違いしてて、ただ思いを伝えたかっただけらしい。勘違いしてるよって言わなかったの？だって約束しただろ、続けるって。じゃあもうクッキー食べられないじゃん。だからさ、お前が焼いてくれよ。黒焦げじゃないやつ。うるさい。もう焦げないもん。寒いな。そろそろ雪降んねえかな。雪なんか降らない方がいいよ。そうか、綺麗じゃん。最初だけだよ。雪かき面倒だよ、滑るし。泥だらけの雪がいつまでも残ってたらみんな困るし、春になって溶けるの待たなきゃ。いや、別に春になるから雪が溶けるわけじゃねえよ。え？雪が自分で溶けなきゃいけないって思ってるだけ。どんなに周りが溶けないでくださいって思っても、雪が自分でそう思い込んでんの。だから溶ける。わかる？あったかくなるから溶けるんだよ。桜が
雪に溶けてくださいってお願いしてるわけ。何言ってんの。踊るか、寒いし。自分から呼んだくせに。まあまあ。あったけ。ありがとうございました。またお越しくださいませ。はあ、全部売れたね。今日もう終わり？そうなんです、明日もお休みで、次は明後日。そこの角曲がったところをまっすぐ行くと大きいケーキ屋があるんだけど、そこならまだ空いて。ここのがいいんだけど。え？まあいいや、あさってね。チーズケーキがうまいんだって。うまいよ。あっそう、じゃあまたあさって来るわ。フルーツタルトも美味しいよ。じゃあそれも2個ずつ。うん、2個ずつ。君は俺と話してくれなかったね。目も合わせてくれなかったのは、きっと教室が広すぎたからだ。人が多すぎたからだ。谷原くん、来てくれてありがとう。ウサギ、ウサギの彼女、いい子だな。簡単なことじゃないと思う。でも友達になれない人なんてこの世にいないんじゃないかな。宮村。堀さん、お別れしようか。